リツバキは、リシ朝鮮を創建した、リセイケイの祖父、元の先古長。モンゴル名はブヤンテムル、リコーザとの四男、母は宿王粛を交際し。リッシュンのこのリセイケイが朝鮮を建国すると、銅として、ついみことされ、さらに体操が病号を、道祖、死号を、安き制度大王として、ついみことした。元の戦病を受けて、だるがちだった父からその地位を受け継いだ。 最初に、和津島の百個の女の牧師と結婚して、利古京と立春が生まれたが、牧師の死後に僧侶相関長子の娘と再婚し、よろし州から僧侶相関府がある和州に移った。池内博氏は、五歳長子が僧侶相関の女、元の専名を受けて、暴婦の職の後を継ぐ、その敗牧師が和津島の百個の女というのは、 立柿の伝説を僧侶と元とに結合することにより、派生したもので、素心の価値がないと知り添けている。また、立柿病没の年月も、気上の政策と指摘している。ただし池内博士は、李朝実録巻一二、初三回避、達白花赤金畑、主度僧女、生三千三助、お体そためそと兄弟なり、成長女心努力すぎ人、前記者とあり、 金貨家が、立馬木の娘をめとり三千三助が生まれたとあり、これは虚構ではないことから実在していた人物である、ことは認められるという。また、立馬に、と思えふ花立春、感謝ふ花中井の四人の子がいて、と思え、ふ花立春が、感謝ふ花中井に対して、異母兄弟であること、と思え、ふ花なし,して、 このリタカシカツラが幼く家督相続の葬儀が起こったこと、立春がリタカシカツラの叔父としてと思え不花の後を継いだこと、等は特にこれを疑うべき理由はないと指摘している。ありがとうございます。